動画をご覧いただきありがとうございます。つよしです。今回は、サイトを紹介したいと思います。そのサイトは最安値を比較できるサイトです。よろしくお願いします。はい、つよしです。なんか口内炎がですね、良くならなくて、結構ね、話すのが大変なんですけど、まあ頑張っていきたいと思います。で、今回ご紹介するのは、最安値 .com というサイトです。このサイトなんですけれども、大手通販サイトですね。Amazon、楽天市場、ヤフーショッピング、あとヤフオクですね。その大手サイトの、最安値を検索するサイトになってます。はい。で、こちらのですね、検索窓から、絞り込み、リサーチするのもいいですし、あとはカテゴリーがあるんでね、ここから選ぶのもいいと思います。それから、売れ筋ランキングってことで、三大通販モール、Amazon、Yahoo ショッピング、楽天市場ですね、から、まあ、比較ができると。で、各、Amazon、Yahoo ショッピング、楽天市場、ここ、各ね、サイトの、サイトから絞り込みができるようになってます。なので、まあ、ここからね、この Amazon の検索窓、あと Yahoo ショッピングの検索窓、楽天市場の検索窓、ここから、絞り込み、リサーチするのもいいと思います。はい。で、ここの価格比較ってところを、ポチッと押すと、はい、そうしますと、こんな感じで、比較された、値段が出てくると。で、あとは、下に移ってもらうと、まあ、売れ筋ランキングの他に、キーワード検索もできるようになってますので、ここから、キーワードで検索するのもいいと思います。はい。で、一括検索ってことで、いろいろその他にも絞り込みかけられるようになってるんで、絞り込みかけてみてください。ロハコとかね、セブンネットショッピング、こういった、サイトからも、検索できますので、できますのでね。はい。今回の動画は以上となります。参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。失礼します。